では、時間少し過ぎましたが、これから、シビックテックチャレンジカップ第3回の、勉強会を始めていきたいと思います。今日のハッシュタグは CCCU22 です。勉強会での気づきや発見などがありましたらツイートしてぜひ発信してみてください。続いて、皆様にお願いがございます。このイベントは、一般社団法人 Code for Japan の CCC 運営事務局が運営しております。エントリーの際に確認いただいてます通り、プライバシーポリシーにのっとってこのイベントも進行していきます。今一度、こちらの方をご確認ください。コミュニティの皆さんが参加しやすい環境を守るための約束でもありますので、お互いに敬意を持って心地よい空間づくりができるようご協力のほどよろしくお願いします。続きまして、字幕配信のについてのお知らせです。協賛企業でもあります UD トークを使って字幕配信を今回のイベントでは行っていきます。ズームで見る場合には、ズームのメニューバーの字幕のボタンをクリックしていただくか、字幕さんを探してみてください。また、アプリやブラウザで見る場合には、右側の QR コードを読み取っていただくと、表示されます。では、本日司会を務めさせていただきますのは、Code for Japan で学生インターンをしております田中玲奈と穂中です。よろしくお願いします。ご質問等ありましたら、参加者スラック、ワークプレイスのチャンネル1-03、勉強会1へよろしくお願いいたします。それでは、準備も兼ねまして、ここで Zoom の確認をいたします。Zoom の名前の変更をお願いしたくてですね、頭に数字の名前を、数字を入れた上で、スラックのワークプレイスの表示名としてください。現段階でまだチームを組成していない方は、先頭に0を、チームも参加済みだよという方は、左の、画面の左の表を元に自分のチーム名が該当する数字を記入するようにお願いいたします。変更方法につきましては、参加者を開いてから詳細、名前の変更を押すと変えることができますので、やってみてください。では、次にフィグマについてです。今回、後半ですね、にフィグマを使ってワークショップを行います。その際のブレイクアウトの、割り振りはこちらになります。まだフィグマが登録できていない方は、お早めに、登録をお願いします。この表を見ながら、チャット欄に送られています、ルームを、フィグマの URL を踏んでいただいて、きちんと、リンクの中に飛べるか、確認をお願いいたします。また、チーム分けについては、ノーションにも記載してありますので、気になった方はそちらもご確認ください。続きまして、ここで軽く本年度のプロセスについて説明します。次のスライドお願いしてもいいですか。すでに前々回の、6月4日ですね、開会式を開催し、6月25日にはチーム組成のためのアイデアソンを開催しました。で、当イベントが、アクセシビリティについて学ぶ、あとはアイデアを形にするという方法を身につける会となっております。9月の最終審査会に向けて一緒に頑張っていきましょう。ということで、続いて軽くタイムテーブルを紹介いたします。こちらのタイムラインはノーションにも載せてありますので、ご確認ください。この説明を終えた後に、青木様より基調講演がありまして、その後、アイデアを形にするワークショップを行い、メンタリングの説明、クロージングとなります。
終了は12時半頃の予定です。続いてゲスト紹介です。本日は、3名の方に講師として登壇していただいております。青木さん、よろしくお願いいたします。ノンタンさん、よろしくお願いいたします。はい。青木さん、ミュートになっているのかな？挨拶で。なんか今話振られたのかなって思って、ちょっと曖昧だったのでごめんなさい。はい、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。まこさん、よろしくお願いいたします。はい、デザイナーのまこです。お願いします。続きまして、注意事項、確認事項についてはこちらを確認お願いいたします。それではですね、他に、この今までの説明の中で分からなかったことがなどありましたら、スラックの勉強会1のチャンネルまでお願いいたします。それでは、CCC の説明も終わりましたので、続いて UI について青木様よりお話をいただきます。青木様、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね始めていきたいと思います。15分時間をいただいてますので、簡単に、アクセシビリティについての話をさせていただきたいと思います。ではですね、はい、じゃあ皆さん、今年も CCC にご参加ありがとうございます。僕がお礼を言う立場なのかよくわからないんですけども、一応アクセシビリティ担当ということで、昨年かな、もう話しさせていただきまして、今年も、こういう機会をいただきました。青木秀人と申します。よろしくお願いします。サービスを作る上で、今アクセシビリティっていう考え方って結構切っても切り離せないことになっているんじゃないかなと思います。本当最近いろんなところでアクセシビリティっていうのを聞くようになりました。でもですね、なんかアクセシビリティってこう何なのってちょっとこう漠然としてるかなっていうのもあるんですよね。まあでも調べればね、意外と最近出てくるんで、まあテクニカルなところっていうのは、まあそういうので調べていただければいいかなと思うんで、今日はですね、まあちょっと古臭い言葉で言うと、なんか心構えみたいな感じの、そんなことをですね、ちょっとお話しして、まあ気づきを得ていただければいいかなと思っております。はい、ちょっと簡単に自己紹介を、青木秀人と申します。肩書きはですね、シャムロックレコード株式会社代表取締役、会社の代表ですけども、僕一人で会社をやっております。あとコードフォー練馬の代表理事、はい、東京都練馬区でコードフォーをやっております。あと、イベントスペース練馬ベースというところの管理人、まあ自分の会社の場所を利用してやっているんですけども、ここでいろんなイベントとかを企画して開催しています。もし興味があればこのあたりホームページ見ていただけると嬉しいです。職業はですね、プログラマーで、UD トークって今出ている字幕のアプリを、開発しています。専門分野はですね、音声認識、自動翻訳、アクセシビリティ、アプリ開発、そのあたり全般です。はい、で趣味はですね、語学で、手話とか英語とか中国語を今メインで勉強してやっています。結構語学フェチというか言語フェチなので、ちょっとずつかじるのが好きです。あと、ガンプラ作成結構ガチ勢でやってましてですね、興味がある方はですね、練馬ベースでイベントやってますので、もしよかったら一緒に作りましょう。はい、じゃあ始めていきたいと思います。はい、じゃあアクセシビリティとは、これを一言で言うのもなんか難しいような簡単なようなって感じではあるんですけども、僕自身は、コンテンツとかサービスへのアクセスのしやすさ、使いやすさを考えるってことなのかなと思っています。じゃあ誰がアクセスしやすくて使いやすいのかっていうと、それはみんななんですよね。ユーザーさん、皆さんになります。でよくアクセシビリティってバリアフリーのことなのって思う人もいるかもしれませんが、それは実は、ね、違うんですね。で、アクセシビリティの根本的な考え方として、こう障害がある方も使いやすいものはみんな使いやすいっていうのがあります。なのでこう障害者対応の分野でアクセシビリティって話されることって多いんですよね。でもここでちょっと勘違いしてほしくないのは、アクセシビリティは障害者対応のことではないんです。アクセシビリティを考える中の一部に障害者対応っていうのがあります。なのでこう障害者対応だけを考えていると、
アクセシビリティ全般を考えることっていうのはできないんですよね。なのでこうアクセシビリティを話す上でもう一つ明確に障害者対応をするための言葉っていうのが実はちゃんとあるんですよね。それがアシスティブっていう言葉で、これあんまり日本では、ね、使われない言葉かもしれないです。割と学会とかでは言われるんですけども、でこれでアクセシブルとアシスティブの位置づけを知っておくと、アクセシビリティに対するアプローチっていうのがちょっと分かってくるかなと思います。はい。で、ちょっと図を変えてみました。こうアクセシブルとアシスティブでこう2つの円があって重なる部分もあります。でアクセシブルはですね、まあ、アクセスしやすさなので、まあ、見やすさとか聞きやすさとか操作しやすさなどの丸々しやすさみたいなことを考えることとします。でアシスティブっていうのは障害のある方たちにとって必ず必要なサポートになります。でこれが日本でいうバリアフリーに近いものかなと思っています。ちなみにバリアフリーってバリバリ日本語なので世界的にはアクセシビリティっていうのでこういうことは表現されます。まあ、義手とか義足とか、あと拡大読書器ですよね。これ一昨年の、昨年かな、ヤンキー君と白杖ガールでドラマになって、結構拡大読書器ってすごいこう一般的に知名度が上がったんですけども、弱視の人がこうやって拡大して本を読むためのツールですね。あと、まあ、補聴器とかがここに入ります。大事なのはこの重なる部分なんですよね。字幕とか読み上げとかデザインとか僕はここに列挙してみました。これらは全く同じものを提供していても、こうアクセシブルなのかアシスティブなのかどっちの視点で見るかによってこう全然価値が変わってくるんですよね。であとですね、アクセシブルな手段っていうのはこうビジネスのサービスとして提供されることが多いです。でアシスティブは福祉の支援として提供されることが多いです。まああくまでこれは僕の感覚で日本だけかもしれないですけど、僕は全然福祉ってビジネスをやってもね構わないと思っている立場なの で例えば字幕なんかはこう同じものを提供するにしても、こう便利なサービスとして全員に提供するのか、聴覚障害者のために必要な福祉の手段や権利として障害者だけに提供するのか、なんかこう嫌な重さがありますよね。でもですね、別に字幕は耳が聞こえない人のためだけではないし、僕はアクセシブルなアプローチで字幕をビジネスのサービスとして提供していきましょうっていうふうに言っています。こう皆さんも YouTube とかでよく字幕見ますよね。トップ YouTuber ほど字幕つけてますよね。あれはやっぱ字幕をつけると単純に PV 上がるんですよいろんな環境で見てもらえるんで。でそういったビジネスとかのサービスでアクセシブルな方法で提供して、いわゆる福祉と呼ばれるアシスティブなニーズも満たせるんだったら、なんか変な責任感とか重さとかって僕感じなくてもいいからいいんじゃないかなと思っています。まあ、あと読み上げとかだとオーディオブックで本読んだりとかするのも皆さん経験あると思うんですよね。でちなみに音声の読み上げで文章の誤字脱字を発見するっていう裏技もあります。見てても意外と誤字脱字発見できないんですけど、読み上げをさせると結構簡単に、ね、誤字脱字が、ね、発見できるんですよ。これね結構おすすめです。でもそういう読み上げの機能なんかもこう一般、まあ、スマートフォンとかで普及することによって、視覚障害がある方たちが読める本がすごい増えるわけなんですよね。でそれでもう一つちょっと例を、ね、示してみたいと思います。やっぱどうしてもアクセスのしやすさと感覚器官って切っても切り離せないんですよね。なのでアクセシビリティは自然と視覚とか聴覚とか肢体の障害のトピックと結びついてしまうんですが、ここに言語っていうのを入れてみるとガラッと見え方が変わってくると思うんですよね。じゃあちょっと一つずつねちょっと見ていきたいと思います。聴覚は、まあ、いわゆる聞こえのサポートとして、まあ、字幕とか全文ログとか文字情報、まあ、映画のバリアフリー対応とかだとこうドアが閉まる音とか車のブレーキの音とか、そういうのをそういう音を可視化するような情報もこう提供されることがあったりとかします。で、まあ、視覚に関しては見える情報のサポートで、ウェブサービスとかコンテンツのアクセシビリティっていうのはここが一番のトピックとして多いですね。目が見えない人にも分かるウェブサイトを提供するとかで、代替テキストとか、あとはちゃんと構造化して作ることでスクリーンリーダーって読み上げのソフトなんかでもすごく分かりやすく表現できるようにとか、
結構そういうのはですね、いろいろ世界的にも決められていたりとかします。あと色弱の対応に対してもね、ここの四角のところに入ってくると思います。で、死体に関しては、手が片方または両方、まあ、なくて使えないとか、まあ、そういう人たちでも操作しやすくするためにはっていう形で、まあ、音声コマンドとか、スマートスピーカーとかすごく便利ですよね。でも僕らでも両手物を持ってて塞がってる時なんかでも、なんかスマホとかパソコン操作したいなって時なんか音声コマンドすごく便利だったりとかするので、こういうところでこう、まあ、アクセシブルとアシスティブが交わるところもあったりとかするんですね。視線移動でコンピューターを動かすっていうのは結構最近進んできてて、びっくりするぐらいいろんなことができるようになっています。で、あと言語ですね。で、日本はね、あまり多言語対応されてない国だと僕は思っていて、でもそんな中でもやっぱたくさんの外国人の方なんか日本には住んでいると。で、やっぱそもそも英語がわからない人っていうのがたくさんいるんですよね。個人的には英語が共通言語とか、まあ、便利ではあるんだけども、英語版作っておけばいいっていう考え方はちょっと違うなとは思っています。それは英語がわかる人にはわかるよねっていうことです。で、まあ、言語対応は、まあ、それこそ結構歩み寄りで、例えば日本に住んでる外国人の方だったら母国語だけではなくて日本語も分かったりとかするわけですよね。そうすると分かりやすい日本語で提供するっていうのも一個アクセシビリティとして考えることなのかなと思っています。読み仮名を振ったりとか、分かりやすい表現にするとか、そういうことですね。あるところではなんか子どもが見ても分かるようにっていう基準がいいって話している人もいました。で、まあ、いろいろこういうアプローチがある中で、アクセシビリティへの対応に関しては実は正解もないし完璧もないんですよね。なのでベストよりもベターを目指してみるといいと思います。一人でも多くの人が使いやすくなるようにっていう感じで、ベターな手段ですね。で、大事なのはどの立ち位置でどういう対応をしてどういう人たちに届けたいかということを意識することだと思います。で、アクセシビリティはコンテンツを発信する側が考えることになります。受け取る側じゃないんですよね。で、僕はね、うすうす感じてるかもしれませんが、日本のバリアフリー的な考えは大嫌いで、なぜならあれは障害者の自立支援ばっかりで、自分らで頑張りなさいって言ってるようなことばっかりなんですよね。でも配信する側とか提供側がもともとアクセシブルなことを意識して提供していれば、受け取る人が頑張る必要なんかないんですよね。で、相手にたくさんの情報を伝えるってことは、相手が障害があるとかないとかは関係ないと思います。なので、アクセシビリティはコンテンツを発信する側が考えることだと僕は思っています。で、皆さんにもね、そういうことに気づいてほしいなと思って、すごい厳しい言い方をすると、話が伝わらないのは 100% 話し手の責任です。よくね、学校とかで子どものせいにしがちですよね。あまし多くは語りません、ここは。はい。で、アクセシビリティへの気づきは経験と想像力、これに尽きると思います。で、もし自分が耳が聞こえなくなったら、まあ、目が見えなくなったら、体が不自由だったら、まあ、日本語が分からなかったら、今日この、ね、CCC のイベントに参加できていますかっていうことを考えてほしいんですよね。で、それと同じように、もしかしたら周りに、まあ、周りとか今日のイベントの参加者にも耳が聞こえない人が、まあ、目が見えない人がとか、体が不自由な人が、まあ、日本語がわからない人がいるかもしれない。で、それは気づいてないだけなんですよね。で、じゃあそういう人がいるからアクセシビリティに取り組むのか、そうではなくて、アクセシビリティに取り組んでいれば、自分が認識していないそういう人が周りにいても自分のコンテンツとか話を届けることができるとか、知ってもらえるっていう風な考え方なんですよね。で、よくイベントなんかで聞こえない人が来たら字幕つけますみたいなことを福祉関係の人言いがちなんですけども、そんなの初めから今日みたいに字幕をつけておけばいいんですよね。そしたら耳が聞こえない人が別に私耳が聞こえませんなんて申し出なくったって自由に参加できるわけです。これなんで障害がある方が自分の障害を申告してその方法を提供してもらわなきゃいけないのかなというふうには思います。まあ、なので、まあ、コードフォージャパンのこのイベントもですね、 CCC のイベントにもこう毎回字幕はついているものだと僕は思っていますので、まあ、今後とも、ね、よろしくお願いいたしますと。
実際以前の CCC にも耳が聞こえないことを課題にしてメンバーが参加しているグループがいてですね、最後発表会なんか UD トークがあったんで、あのメンバーの人も知ることができましたみたいなことを言ってました。彼女らはですね、無事 UD トーク賞をゲットして大会を終わっていましたけども、はい。で経験と想像力から気づきを得るということです。まあ、なので、皆さんも、ですね、可能性を想像していただければいいと思います。そして、まあ、それは、まあ、いろんなこう経験に結びついてくると思います。ちょっとね時間がね迫ってきたんで最後にワントピック、アクセシビリティとビジネスの話についてしたいと思います。皆さん多分これからそういうビジネスのサービスデザインをしていくと思いますので、アクセシビリティそれ儲かるのとよく言われます。もうね愚問です。儲かります。はい。なんでかっていうと世の中にはもうすでにサービスとかものが溢れてるんですよね。でもう新規に新しいものなんてものはもうよっぽどの天才か、まあ、頭おかしい人じゃないと生み出せないんですよ。で僕らもみんな凡人です。で何かと何かの組み合わせとかそういう工夫が実はイノベーションと呼ばれてて、なんかイノベーションってもう最近使われなくなりましたかね。結構古い言葉かな。もうまあ、とにかく世の中こう同じようなものとかサービスがこう山ほど溢れてるんですよ。でそんな中でこう機能も価格もほぼ同じ製品の時、アクセシビリティの実装が売れる決め手になります。これはね実際になってます。はい。で例えば同じようなことができる製品を採用しようと思った時に、例えば自分どこの会社の仲間に目が見えない人がいるんだったら、その人たちも使えるような製品の方がいいわけですよね。でもっとざっくり言うと同じ機能とか同じ価格だったら使いやすい方がいいわけですよ。なのでアクセシビリティとかに取り組んでるものっていうのはやっぱ使いやすいんですよね。最後こう意外とコンペとかで競った時にですね決め手になったりとかすることがあります。まあ、なのでこれからですね開発や設計をしていくのであれば、こう自分たちのサービスを作る上で具体的にこうスクリーンリーダーでちゃんと使えるようにとか、まあ、カラーユニバーサルデザインに対応しているかとかですね、あとは、まあ、さっきも言ったけども多言語対応って重く考えないで分かりやすい表現にしてみるとか、このあたりを意識して開発を始めてみるといいんじゃないかなと思います。でこれはですね最初からやっておくと後々すごい楽だと思います。でみんな君たちが皆さんが作ったサービスとか製品を使いたくて仕方がないんですよ。でアクセシビリティに対応してなくて使えない人がいるなんてすごいもったいないじゃないかって僕思うわけですよね。うん。で、そして、まあ、例えばそれがどっかでプレゼンするときなんかでも、こう相手に伝わっているかってことを意識してもらえると、すごく自分たちの製品とかを、うまく相手に伝えることができると思います。まあ、ちょっと気づいた人もいるかもしれませんが、僕さっき図を説明するときに、これで済まさないで、ざっくり説明しましたよね。円がありますとか。で僕目が見えない人たちの前で話すことも結構多いので、画像とかは必ずそういう説明をつけるような癖がついています。でこれはもう経験によってそういったことはちょっと身についてきたものもあるので、あとまあこうやって字幕をつけて話せば僕の話が、耳聞こえない人でも、まあ、字幕が必要な環境にいる人でも分かりますよね。なので僕は自分が話すときは必ず字幕をつけて話すようにしています。まあ、そうやって筋を通してやるのもまあ簡単ではないし楽でもないんですが、やっぱ伝えたいことが伝わったらですね結構嬉しいです。はい。じゃあちょっとオーバーしちゃったので最後の参考リンクいくつか書いておきますので、まあこの資料は後で公開します。はい。この辺り気になるところがあったらですねちょっと見ていただけるといいと思います。でまあ今日の話でなんかもっと詳しく知りたいなって人がいたらですね、全然聞いていただければいくらでもお話はしますので、はい、というわけで皆さん頑張ってください。以上です。ご清聴ありがとうございました。この話ありがとうございました。はい、すいません早口になってしまって。ちょっと早く見たらなというふうに思います。それでは、これ、ノンタンピアのワークショップに行きたいと思います。林さん、はい、にマイクを渡しても大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと画面共有をして。はい。青木さんのお話、すごい面白かったんですが、時間が押しておりまして。
そうだな、だいたい5分押しになってますので、ちょっと巻き巻きでいきたいと思います。はい、ワークショップの流れですね、簡単にご説明します。まず最初に私のインプットと、竹貞さん、中島さんからのインプットがちょっとあります。でその後にですね、皆さんに20分のワークをしていただいて、各チームに分かれて作業していただくので、そこで10分の、チーム内共有の時間あります。でチーム内共有でまたちょっと作業していただいて休憩挟みますが、ちょっと5分押してるのでこの休憩なくなるかもしれません。で後半もこんな感じで進めたいと思います。じゃあちょっと時間もないので、画面共有をしてインプットのお話をまずしますね。今作れてなくて入れてないっていう方もちょっとまずはインプットを聞いてください。これ聞かないと今日ワーク前半できないので、はい、よろしくお願いします。まずですね、今日のゴールなんですけども、 Figma でプロトタイプを作っていただくところがゴールになるんですけれども、まずその前にですね、フローチャートというものを書いていただこうと思っています。でフローチャートっていうのはユーザーの行動を想像してフローチャートに起こしていくっていう作業になるんですけども、まず皆さんいきなりなんですが、餃子の作り方は知っていらっしゃいますか？餃子食べたいっていうところから餃子を食べるっていうところがゴールだとすると、だいたいこんな感じで野菜を切ったり材料混ぜたりそれを調理したりっていうところがこう行動の中に入ってくると思うんですよね。で一番最初が動機で、最終的に達成するのがゴールになります。でそれぞれの中でこうタスクが細かく分かれてくると思うんですけども、この細かく分けられるタスクをですね、こうどうやって作っていくのかっていう想像をして、もう少しタスクを細かく切っていく作業、これをですね、今日やっていただこうと思います。餃子を作るにしてもこう細かくですね、工程がありますので、こんな感じでフローを作っていくことになります。では Figma の方でですね、実際にこれをフローに作っていきましょうということで、皆さんいらっしゃってますが、ここにですね、フローのサンプルをご用意しています。最初の動機の部分、黄色ですね。でその次にこう行動、普通の行動のタスクの部分はグレーで。で分岐するものについてはこう緑で、アラートが出るときはこう赤くしてあげてっていう感じでこう流れをですね作っていっていただこうと思います。で最終的に出来上がりのゴールですね、ゴールの部分を青い色で表現していただこうと思います。で皆さんの作業スペースですね、こういう感じでご用意させていただいてますので、最初に今確認していただいた餃子の作り方のフローを参考にしていただきながら、この素材を使ってこっちに、それぞれフローを作っていっていただきたいんですが、お題がありまして、お題の話をこの後竹貞さんと中島さんの方からしていただくことになります。はい、竹貞さん、中島さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんの今のお話の中でいうと、餃子の部分を、餃子が食べたいっていう話だったんですけど、今回どういう願望というかニーズをもとにやっていただくかっていうのを、私たちが実際に普段作っている、ものを、サンプルにしていただけたらいいかなと思っています。で、ですね、この私たちの今やっているチームの半径3メートルの野望が、眠れない、学生さんでもいいんですけど、眠れないエンジニアさんとか学生さんが、今いろんなところにいますよね。で不安なことがあったりとか、仕事がいっぱいあったり、やることがいっぱいあったり、でそういう人たちが自分に合った方法を見つけて、睡眠の改善をしながら元気になっていって、で結果健康に働いたり勉強したりできるようになってほしい。でそのエンジニアさんが眠れるようになれば、健康になれば、いいサービスを生む環境を作っていくことができると思うので、なんかそういう、こう働いていったり勉強したりしてて眠れない人が、健康になるようにしたいなというのが私たちの今の野望です。なので課題としては睡眠障害とか不眠とか眠れないっていうところですね。で、病院に行ったら治してもらえる、治してもらえるとか治し方を教えてもらえるんですけど、病院に行く時間がない人とか、心理的にこうちょっと精神科行くの怖いなっていう人がいたりとか、
まあ、なんで眠れないか分かんないから病院に行ってもなんか治んないじゃないかなっていう人がいたりするっていうところが今の障壁と考えています。でステップとしては病院に行って睡眠記録を取って自分が眠れない理由とか眠れるようにするための工夫の、ヒントを考えて、で、行動療法などを受けたり薬を飲んだりしながら改善していって眠れる健康になるっていう形で、なので、眠れないところで眠れるようになりたいっていうのがこの人のニーズで、ゴールとしては眠れて楽しく働いたり遊んだりできるような状態になるっていうのがゴールになっています。はい。でただ、いきなりアプリ1回使っただけで眠れるようになるような簡単な問題では今回はないので、まず自分の睡眠の特徴を知るっていうことが必要になってくるっていう形になります。で、なので、ここをスマホで簡単に入力できるようにしたい。で、まあ、この一つの野望としては眠れないエンジニアを助けたいなんですけど、まあ、社会問題としても日本の睡眠ってすごく大きな問題だったりするし、まあ、皆さんにとっても睡眠の不足は脳の機能の発育に影響するので、こういったところを解決していきたいなというところになっています。はい。では中島さんお願いします。はい。ただいま紹介が預かりました CCC 運営の中島です。私は先ほど竹澤さんがおっしゃっていたスマホの入力による睡眠記録と、そこから睡眠の質を改善するための工夫を考えるというステップにおけるユーザー目線のプロセスとか各段階の体験というのを具体化していきました。で、まあ、こうやって、さっきのですね、ステップ1の病院と専門家を見つけるというところから出発点に自分に合った行動療法を相談するという次のステップをこのプロセスの場合のゴールとした上でこの6コマ漫画にして各プロセスというのを書き出してみました。まず1コマ目に先生からスマホを用いた睡眠アプリを使って睡眠状況を管理するように進められるというところから始まります。次にユーザーは寝る前と寝る後の時にその場でポチッと時間を入力します。もし寝てる間に途中で目が覚めてしまった場合には入力の最後の方にですね、その時目覚めてしまった回数とか再び眠るまでにかかった時間というのを記録します。で、ここで一旦入力の基本作業は一旦完了です。そうすると次に最近の睡眠状況の一覧ができます。今週の睡眠どうだったかなみたいに気ままにここで確認することができます。また、例えば、昨日入力するの忘れちゃったとか、打ち間違えたという場合にも、後から編集ができるので安心です。で、こうした経緯を踏まえまして、一体期間、記録が取れましたら、先生にデータの方をシェアします。これをもとに、今後の工夫について相談していくという形になるんですけど、なんか実際こうやってみると、すごいごく簡単に想定しうる体験なんじゃないかって見えるかもしれないんですけど、意外とさっき決めた、先生からアプリを勧められて、それで相談するっていうゴールまでに、ただそのゴールとスタートだけを漠然と決めただけじゃ対応しきれないユーザーの行動パターンっていうのが、こうやって6コマに括弧で浮かび上がったりするので、なんかすごい現実的な実践方法とまでいかなくても、この簡単に想定できるなって展開にまで6コマで落とし込めると、すごいいい体験になるんじゃないかなと思いました。6コマ漫画の説明は以上です。林さんかな、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあワークの方を始めたいと思いますので、10分押しになりますが、各ワークの時間帯ですね、修正して Figma の方に貼ってありますので、そちらを参考に進めてください。で、Figma が見れない方は、ブースに入った後に、ファシリテーターがいますので、そちらに聞いて確認を取りながら進めるようにしてください。では、分室の方、よろしくお願いします。じゃあ、ルーム開けます。はい、じゃあちょっとこの辺にしてですねインプットまたちょっと後半の準備をしていきたいと思います。すみません、皆さんワークの方順調かと思いますけれども、そうですね、ちょっと待ってくださいね。画面共有をして、はい、実はですね、私の方でもこのアプリケーションのプロトタイプのフレームワークはもう通り過ぎて、ワイヤーフレームを作っている最中なんですね。こんな感じで、まあ、布団に入りました、布団から出ました、目覚めた時間の入力をしていただく、寝つくまでにかかった時間の入力をしていただく、中途覚醒の
時間回数を入力していただくっていう感じで、こう大体のこう動作ですね、挙動の順番をこう線で引きながら、で最終的にこう睡眠の記録シートがこういうふうに出来上がって、まあ、再編集する場合はこういう感じでまた再編集の画面があってっていう、こういうのを作っているんですけれども、皆さんにやっていただくのは、今ここにですねサンプルの画面いくつか用意してまして、でそれぞれの素材もですねこちらに用意してますので、ここの右側のプロトタイプの1から4まで、だいたい今日時間の中でできるのが4画面ぐらいじゃないかなと思うので、先ほど皆さんに書いていただいたフローからだいたい想像できる4画面、大きい4画面をですねこの素材を使ってちょっと組み立てていただいて、ナビゲーションのこのリンクに入っていただけると思うので、ダブルクリックで打ち替えていただいて、だいたいそのメニューの想像ができるような形でこう作っていっていただければなと思うんですけれども、プロトタイプの線引きの仕方とかは宿題に出てたので分かるという前提でお願いしたいんですが、もし分からなかったら適宜私の方回っていきます、まこさんの方も回っていきますので聞いていただきつつ進めていただければと思います。ここまでで大丈夫ですかね。後半の時間も、Figma の方に時間設定書いてあるんですが、時間が押しているのでここからスタートしていただいて、で時間の変更についてはZoom でアナウンスさせていただくようにしますので確認しながら進めてください。はい、ではブレイクアウトルームもう一回お願いいたします。はい、お疲れ様でした。ということでちょっと5分間の休憩をこれから取りたいと思います。でまだ終わってない、こんなんじゃないっていう、こうね、納得いってない方は5分間使っていただいても全然構わないんですが、結構走り続けてて疲れていると思うので休憩は取ってください。ということで5分休憩して、またブレイクアウトルームに分かれていただくんですけれども、15分に分かれていただくんですが、その後にですね、各チームごとに分かれてやっていただいてたんですけども、チームの代表者1人こちらで選んで発表していただくっていう時間にしたいと思いますので、誰になるかはちょっと分かりませんが、心の準備だけ皆さんしておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。では休憩よろしくお願いします。一応15分になっ16分かになったので、はい、次か、じゃちょっと林さんに渡します。はい、はい、もうブレイクアウトルームに分けていただいて大丈夫です。はい、じゃ先ほど入ってたブレイクアウトルームに、各部屋に、はい、いえさっきとはちょっと違う部屋に、はい、ファイルごと、 Figma のファイルごとのチームに分けていただくことになるので、その中で私とまこさんの方から誰々さん発表お願いしますって言ったら、プロトタイプの発表をしていただければと思います。5チームあるので、各チーム3分ぐらいずつプロトタイプの説明をしてください。よろしくお願いします。はい、ブレイクアウト開けます。割り当てがない方はメインルームで作業していただくことになるので、まこさんメインルームお願いいたします。はい、皆さんそれぞれワークお疲れ様です。ここからちょっとどんな感じでできたのかシェアしてもらいたいなと思うんですけど、一番最初ちょっとドキドキかもしれないけど、まずチーム F、 あ、チームじゃなくてルーム F のところで作業してくださってた富達さん、はい、富達さん、いた、はい、スクリーンシェアは私の方でするので、ちょっとどんな風にできたかシェアしてもらってもいいですか？はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
大丈夫、見えてそうですか、ね、大丈夫そうですかね。じゃあ、説明します。まず、この1個目のプロトタイプ1に、ホーム画面となるスタート画面を設定して、この上の今日の睡眠状況入力っていうところが、入力画面に遷移するボタンとなってて、その下に一覧カレンダーを用意してて、まあ、今ここの 5日までいいねが押されてるんですけど、自分が設定した睡眠時間以上の睡眠時間を取れたときには、いいねを自動で勝手に追加されるような設定に自分は考えてました。で、次2個目ですね。2個目が上のところで睡眠の入力をするボタンを押したときに遷移する画面で、ここで入眠時間と起床時間と途中で起きた回数っていうのを、書けるようにしました。その次下に、まあ、日記っていうのを用意してて、まあ、題名と細かいどんなことが、どんな夢を見たのかとか、そういう細かい文章を書けるように画面を作りました。で、4つ目は今書けてなくて途中段階で、今こういう状況になっています。はい、ありがとうございます。結構このサンプルの、アセットをうまく使って自分なりのこうデザインだったりとか、このカレンダーの中にボタンをいいねのボタンをつけたりだったりとか、あと私ちょっと今回初めて見たんですけど、今日の日記っていう新しい機能とかを考えてくださったりとかで、すごくアプリのイメージができたかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、次に、次はちょっと上から行くので、ルーム G にいらっしゃったゆいさん、シェアをお願いしてもいいですか。はい、あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ私が画面シェアをするので、見えてますか。見えてます。はい、まず1枚目はホーム画面として考えて作ったもので、カレンダーには入力をした日付と、入力をした日付には寝ていた時間が表示されるようにできたらいいなという思い考えで、カレンダーをまず大きく配置しています。で、その下のボタンが2つと大きく2つ置いていて、右側の方を押すと他のユーザーさんだったり、あと病院の先生に自分の入眠記録をシェアするっていう機能、そういうページに飛ぶようにしたいなと思いました。で、左側のボタンを押すと3枚目に飛ぶようになっていて、3枚目からは自分の睡眠記録を見ることができるようになっています。で、ちょっと下の灰色のところが今全部パッとコピペしたので、全部日付とかを一緒になってるんですけど、ここに自分のと睡眠時間とその日付が表示されるようにしています。で、一番最初のホーム画面から下の方にある青いプラスマークのついたボタンを押すと、今度は2枚目のページに飛ぶ、画面に飛ぶようになっていて、この画面では真ん中のちょっと下あたりにある2つの黒いボタンを押して、睡眠、自分が寝始めた時間と起きた時間を入力する。 で自動でアプリが睡眠時間を計算して記録するというふうにしています。で、4枚目はまだ考えてないので、この3枚だけになります。はい、共有ありがとうございます。
はい、あの6コマ漫画の一番最後に先生にシェアするっていう、動作がアクションがあったと思うんですけど、そこの部分までなかなかまだ考えて作ってる方が少なかった中、ゆいさんはもうシェアのボタンまで作ってくださってていいなと思いました。ありがとうございます。では次のルーム、あ、H のルームなんですけど、どうしようかな。ともえさん、シェアお願いしてもいいですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。まず、1ページ目がホーム画面で、まずカレンダーに、もう記録済みのところには、チェックボタンを表示して、どこがまだ記録してないかとかが見れるようにしました。で、その下に最近の記録で、まあ、昨日の記録とかを簡単に見直せるようなボタンを出しました。で、その水色のプラスボタンを押すと、2つ目のページに行って、この一画面で全部記録できるようにして、もしその寝る前に記入したかったら就寝時間だけを記入して保存ボタンを押したらその続きから起きた時に記入できるようにっていうのでしました。で、3ページ目がホーム画面でこの全体を見れる過去の記録を見れるようにしたボタンを出したのでそこを押すと3ページ目にで、この過去の記録が見れるようにしてこのハートボタンを押すとその専門家とかに共有できるように足して時計のボタンを押すと詳しく過去の見れるようにしました。以上です。はい、ありがとうございます。皆さん結構このアイコンとかをうまくカレンダーとかに入れたり使ってもらってるかなと、はい、思います。あと2画面目のところがすごくうまくあの画面の中に入力のフィールドとかを収めれてるかなと思って分かりやすいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと2人ですかね。あと4分。はい、じゃあ次はルーム I のところから、佐藤さん、じゃあお願いできますか。はい。はい、ありがとうございます。とりあえず、間違えて4枚目が、なんか、その、なんだろう、メインメニューというか、ここが主になるかなと思って、作りました。で、まあ、カレンダーと、なんか、それで選択した日付の詳細を一画面で見られるようにしたらいいかなと思いました。あと、なんか、これには作んなかったですけど、なんか、グラフかなんかで、なんだろう、その、連日、なんか、記録 を可視化すると、すごい見やすいかなと思いました。で、こう、主として、なんか、まあ、例えば、新規とかをして、その、新しく睡眠した記録を作るようにしました。で、それで1枚目に行ってもらって、就寝時間。まあ、すごい何も置いてないんですけど、まあ、時間と、で、多分、まあ、寝る直前と起きた直後に使うアプリなので、なんか、UI とかごちゃごちゃすると見にくいだろうなと思って、シンプルな方が使いやすいのかなと思いました。で、2枚目が、まあ、起床時間。まあ、これも、睡眠時間のコピペなんですけど、まあ、こんな感じにしました。で、その次に、まあ、途中で起きた記録を、まあ、何時頃何分程度起きたかっていうのを追加していって、まあ、それを記帳するっていう形にのプロトタイプにしました。以上です。はい、ありがとうございます。
すごい短い時間の中で4枚しっかり、画面を作っていただいたのと、あとすごいユーザーのことも考えて、あんまりこう画面の中にボタンとかがたくさんあるよりもシンプルなフローの方がいいっていうので、作ってるところはいいなと思いました。デザインやってるとどうしてもどん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 作り込んでいってしまうところもあるんですけど、最初はこれぐらいシンプルに始めてプロトタイプ作って試していくっていうのもいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では一番最後が、このメインルームで作業してくださってた方なんですけど、ちょっと時間もないけれどもう一回ベルティさんお願いしてもいいですか。あ、はい、すみません、画面のシェア、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。で、最初に画面2で、メニュー画面からで、プラスをしたときにその睡眠時間を入力できる画面に移って、でこの就寝時間を選んだり、例えばその日はちょっと眠り、あ、なんかちょっとイライラしたとか、なんか一日大変だったみたいな備考をここに書いてもらって保存っていう感じにするとこっちに反映するようにしました。でここから例えば、この6月14日の、タイマーとかを押すと、この下の方でその日、何回起きたかっていうのを、記録できて、で例えばそれをその日書くの忘れちゃった場合に、その後日っていうのをポチって押してもらって、で例えば3回起きたっていうふうにやってもらえれば、こういう感じでその日に何回起きたっていうのがリストで表示されるっていう感じにしています。であとはあのカレンダーで、その月でいつ眠れたかいつ眠れなかったかっていうのを、ここに眠れなかった日が一覧で表示されて、その日は赤く表示で、逆に眠れた日は青く表示っていうので、まあ、お医者さんとかがなんか、おお、この日は眠れなかったとか、なんか規則性を見つけられるかなって思って、こういうふうに しました。これが、そうですね、これ全体です。はい、ありがとうございます。すごくいいなと思ったのが、この睡眠のところに備考とかで、その時の体調だったりとかも追加できるっていうのは、あの他の方とかでもまたなかったのかなと思うので、こういうのもあるといいかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずここが一番最初のトップ画面で、実際のアプリ名とかを上に書いて、でここのボタンをクリックしたら時刻とか日付の入力に移ることができます。さっき安眠できる色みたいなので調べたら、水色系統とかピンク系統が安眠できる色ってことだったので、まあ、その水色をバックグラウンドにしました。でこちらクリックしたら、日付の選択の画面に行って、でここから日付の選択をすることができます。ちょっとここは修正できなかったんですけど、このラベルの部分がボタンみたいになっちゃってて、まあ、間違えて押しちゃったり、まあ、アクセシビリティがあんま良くないかなと思ったので、ちょっとここを変更したいなっていうふうに思ってます。はい、日付選択すると時刻の入力ができて、まあ、寝た時間と起きた時間と途中で起きた時間で、ここのプラスボタンをクリックすると起きた回数を増やすことができるというふうになってます。はい。でこれちょっと別のつながりはあんまりないんですけど、これがデータの確認画面、各月ごとに分けて、うん、この先の画面はまだ作れてないんですけど、まあ、クリックしたら各月のデータが見れるっていう、30日分がパッと、あ、そうですね、なるほど、はい、感じになってます。いいですね。以上です。はい、ありがとうございます。なるほどね、月ごとっていうのは結構いい感じかもと思ってヒントにさせていただきたいってところですね。ありがとうございました。じゃあ次ですね、ルーム B チーム、両山本さんお願いします。プロトタイプ表示してプレゼンしてください。はい、かしこまりました。そうですね、
今画面を共有します。はい、これですね。はい、プロトタイプ、はい、いいですよ。はい、はい、こんな感じで最初の画面はツイッターを意識して起動した画面を作りました。で、はい、ここの水色はさっき聞いてたら色が、なるほどね、前のチームのアップデートしていたという感じでございます。はい、はい、でそしたら最初会員登録から始まって、うんうん、で登録ボタンを押すと、そうですね、これは月ごとの記録が見れる画面に行きます。で、ここのプラスボタンを押すと、寝るボタンが出てくるので、寝ますと宣言した上で、このボタンを押していただけると、もう起きるボタンにもう即変わってしまうので、ここは押さずに、朝起きてから起きるボタンを押すと。で、ちょっとこの画面にまた戻ってくるので、ここを押すと、日々の記録が残っていった感じです。で、一番の注力したポイントとしては、なんといってもこのテンプレートになかった送信ボタンのアイコンを検索して持ってきたところにあります。これをやって、ちょっと押すのはちょっと間に合わなかったんですけど、押すと、この記録が、医者の方に送信されるということで、そこの説明をするといったところを一番意識しました。はい、素晴らしい。では以上になります。先生の共有もね、ゴールになってましたからね。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次。ルーム C チーム。ニユーさん。ちょっとね、線がもしかしたらつながってないかもしれないので、プロトタイプモードじゃなくても良いので、共有していただきながら画面の説明をお願いします。にゆうさんでやってるかな。にゆうさんお願いします。あ、聞こえてますか。はい、聞こえてます。あ、いきなりもう使用の画面から始まるんですけど、画面共有していただいていいですか。あ、画面共有できてないです。あ、画面共有できてますか。はい、できてます。はい、大丈夫です。はい、まず上でも、就寝するときと、一回起きて、もう一回寝るときのボタン一緒にしてるんですけど、で、下が起きるときの、起きたときのボタンで。で、後からどんな就寝の感じだったか見れるように、下にリストでまとめてる感じです。はい。はい。次が週ごとの、週っていうか、月ごとの就寝状況で、ハートの部分はよく眠れた日とか見れるようになってます。で最後が就寝の BGM で書けれたらいいなって思って画面作りました。なるほどね。以上です。ありがとうございます。なるほど。BGM 鳴らすサウンドアプリにもなるってことでね。いいかも。ありがとうございました。じゃあ次、ルーム D のまさきさん、お願いします。はい。なんか、その携帯のアプリっぽくする方法がわからないんですけど。このままで大丈夫ですか？このままでも大丈夫です。まだなんか多分あんまり線がつながってないのかなと思うんで。はい。大丈夫です。このままでも。はい、わかりました、はい。お願いします。はい。なんか皆さんすごい最初から最後まで完結している感じだったんですけど、僕はとりあえず2枚だけ作りました。で、記録するタイミングが朝と夜あると思うんです。夜寝るときと朝起きたときがあると思うんですけれども、夜寝るときの画面が1枚目です。で、このグレーになっているところが、記録済みのところですね。で、赤になっているところは記録しなきゃいけないところ。だと思ってます。で、なんかこれ、寝る時間とかって2日前何時に寝たとかあんま覚えてないじゃないですか。なので、その時にいかに登録させるのが鍵かなと思っていて、
まあ、できるだけ簡単にするためにこれはワンタップで終わるようにしました。うん、現在時刻が自動的に反映されるようになっていて、寝るときにそれを押すだけで完了するっていうことにしました。うんまあ、ただその例外はあると思うので、手動入力はこちらというボタンも一応つけてます。なるほど。はい。で、朝起きた時の入力画面がここになっていて、何回起きましたかっていうのが選べるようになっていて、一番下に完了ボタンもあるんですけれども、うんまあ、最初この0回、1回、2回、3回以上ってやつなんですけど、その完了ボタンがないと、1回押しただけでその次の画面に移っちゃうと、なんかこう戻るのがめんどくさかったりすると思うので、うん、ここは2トップでもいいけれども、こう1回っていうのを押して、で次に完了するような状態にするので、うんうんまあ、特にこう朝とかって、目覚めたばっかりだと寝ぼけてたりするじゃないですか。はい、ボタンの押し間違いとかも起こってしまうと思うので、そこを開始するために完了ボタンをこうクッションとして置いたという。押すと完了がアクティブになるってことですね。そうですね。はい。これが押せるようになるという感じになっています。はい。はい、以上です、はい。なるほど。確かに何をするかが先読みできる UI はいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次、ルーム E の、石塚さん、お願いします。まだちょっと線、はい、うまくつながってなければ、このままプロトタイプじゃない状態でも全然構わないので、はい、画面共有して、はい、はい、お願いします。私の方が、ちょっと、今回、ちょっとやってる、作業しているパソコンとは違うので、ちょっと白井くんの方に画面共有をお願いさせます。すいません。私たちのチームはまず最初の画面アプリ開いて最初の画面はやっぱり睡眠時間にスマホを長々いじらせてはいけないという考えを、うん、共有してまずはそのスマホ開いたらまずこの画面が出てきて睡眠開始というボタンを押した瞬間にその睡眠の開始時間がこう記録されてそのままもう寝るだけで起きたら、うん、その睡眠終了というのを押して押すとこの画面になりまして睡眠開始時間と睡眠終了時間が勝手に、入力されるんですけど、もしその、なかなか、はい、なかなか寝つけないとかあったら、ここでちょっと編集できたりとか、あとは詳細のところには、何回起きてしまったかとか、あとはちょっと、何ですかね、睡眠が浅くて、夢見が悪かったとか、などを書けるようにしています。で、じゃあ、白井くん、ちょっとサーチのところをしてもらってもいいかな。ありがとう。サーチのところで、ちょっとサーチになっちゃってるんですけど、ここには、診察の記録の方を、記入できるようになっていて、その先生と、ねはい、一緒にこう話しているときに、はい、先生がここは書いてもいいですし、その受診者の方がそこメモしたりとかでもいいんですけど、後から受診内容を見返して、そういえば先生からこんなアドバイスもらってたなとか、そういうのをちょっと後からも見返せるようになっています。じゃあ、これいいね。はい。ポイントが一個あって、はい、すいません。これ検索バーが下にあって、はいこれがちょっと今、そのサファリとか、インターネットの、あれですね、検索のサファリとか、今下にあると思うんですけど、はい、やっぱり、日本人って手が小さくて、やっぱり検索バー上にしてしまうと、ちょっとタップしづらいかなということで、ちょっと今回はそのサファリの UI を真似して、検索バーを下に配置してみました。ちょっとインフォメーションのところを、ありがとう。ちょっとここ、ちょっと抜けてしまったんですけど、はい、はい。ここ実は下には本当は、カレンダーがあったんですけど、はい、よかった。出た。入れました。はい。よかったです。睡眠の記録の方を後から見返すことができて、例えばその3日前、うん、そういえば記録してないって思ったら、ここからもさっきの編集の方に飛んで、見ることができたりですとか、その受診してる際に、そういえば先週のこの日、ちょっと寝つきが悪かったんですとか、そういうのを先生にお話しするときに、ちょっとそこも使ってもらえたらいいのかなと思って、この画面を作りました。はい、以上です。ご用意と思います。先生とのコミュニケーションツールとして、すごい完成度高いって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。皆さんすごい、ちょっと感動。ありがとうございました。レイナさんどうでした？見てて。ちょっと時間取っちゃうけど、1分ぐらいなんか感想が言えたら。1分、1分。あ、1分ですか。うんうんうん。なんか見てて、なんか何チームか、お医者さんに、自分の診察の記録が見せられるような推理できてたチームがあって。うんうんうん面白いなと思って、作れて、ね、その発想ないなと思って。そう、なかなかね。
いやー、よかったです。お疲れ様でした。皆さん、ちょっとこっからまたチームのね課題に紐づけてプロトタイプ作っていくと思うんですけども、今日のワークが参考になれば良いなと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあメインルームに結構あのルーム A の方から戻ってきているですが、林さんとか眞子さんから何か連絡とかってこの後ありますか？ね、特にないですが、今日あの環境的な問題でできなかった方が何人かいらっしゃったので、もしその方個別にもし質問とか今後やり取りしたいってことであればフォローしますのでおっしゃってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではちょっとクロージングの前に僕からメンタリング期間の説明をいたします。ちょっと共有をして8月の開発期間中にですね、2回に分けてメンタリングの期間を設けます。で、協賛企業からエンジニアやデザイナーの方をお呼びするので、ぜひこの機会を活用してそのメンターのフィードバックをもとにプロダクトを改良していってください。で、第1回は8月8日から8月10日、第2回は8月22日から26日を予定しております。で、第1回のメンタリング期間に関しては、あの開発期間始まったばっかりなので、どちらかというと全体的な質問。で、第2回はもう提出に向けての相談とか仕上げの話になります。で、メンタリングに向けて用意するものについて、メンタリングシートというものの記入をお願いします。で、これは後々運営からあのチームごとにテンプレを配布するので、もらったらこまめに更新をして2回のメンタリングに備えてください。で、内容に関してチームデータの部分はあのチームメンバーとかチームの情報を入力して、で進捗状況の部分、この画像の例では価値仮説シートと VPC シートっていうもののテンプをマストにしてるんですけど、今回のアイディアソンとか勉強会の内容を鑑みてちょっと改良したものを後々スラックでお渡しします。で、これどちらも価値仮説シートも VPC シートも初耳の方いると思うんですけど、簡単に言うとそのプロジェクトの概要ページ1枚とかでフォーマットに沿って説明できるツールで、で、まあ、このツールは変わる可能性あるんですけど、そのプロジェクト概要を短い文章で説明するっていう、まあ、ドメインは変わらないので、そこは追って、詳細は周知いたします。で、続いて、面談時のアドバイスがいくつかあって、まずプロジェクトの説明を最初にしておこうというのがあります。というのも、そのプロジェクトの概要をつかめないまま具体的な質問をされてもメンターの方はおそらくその質問の本質みたいなものはつかめないんですね。で、なので、まあ、筋道立ててプロジェクトの説明をして、質問がその延長線上になるように心がけましょう。で、先ほどのその可視化説シートみたいなツールを事前に記入しておくと、その筋道立ててプロジェクトの説明をする練習にもなって助けになるので、事前にメンタリングシートの記入もお願いします。で、もう一つ、メンタリングでしかできない質問を探そうというのは、プロジェクトに、メンタリングでしかできない質問というのは、プロジェクト内容に依存した質問という意味で、デザインの質問とかだと多分分かりやすくて、その、このページからの誘導はこんな感じでいいですかみたいな、そのほとんどの質問が多分プロジェクト内容に依存すると思うんですけど、開発の質問だと、例えば、なんだろう、ハンバーガーメニューが動きませんとか、そういうなんか、そのプロジェクトに関係ない質問も結構出てくるんですね。で、そういう質問ってスタックオーバーフローとかでした方が回答者の母数が違うので絶対いいですし、さっきのスライドにも書いたんですが、一枠30分しかないのでメンタリングが、自己紹介とかプロジェクトの説明をしてるとさらに短くなっちゃうんですね。なんで、まあ、開発の例であれば、例えばデータベースの構造とか API 作るんだったら API のその設計とか、どちらかというと開発というより設計寄りの質問を優先してすると、まあ、メンタリング活用できるのではないかなと思います。で、詳しい情報に関して、まあ、今ちょっと駆け足で説明しちゃったので、チャットにこの、URL、 メンタリング準備用の資料を作ってそれを貼ったので、そちらをご確認ください。これも多分随時アップデートが入るので、その度にスラックでお伝えします。で、質問がある場合は相談室チャンネルとかチームチャンネルで聞いていただければ担当のスタッフが対応しますので、よろしくお願いします。じゃあメンタリングの説明は以上なので、司会のお二人に戻します、はい、ありがとうございます。改めまして、佐藤穂香です。本日は長らくお付き合いいただきありがとうございました。最後に改めて今後のスケジュールと補足を説明させていただきます。
今日のハッシュタグは CCCU22 です。つぶやいてみてください。改めて CCCU22 のプロセスについてです。皆様はエントリーを終えてチーム組成をしているまたはチーム組成を終えている段階にあります。ここからはチーム開発に進んでいただきます。あとで協賛企業の方々にメンタリングをしていただき、そこからブラッシュアップをして作品を提出していただきます。具体的なスケジュールはこちらになります。原則皆さん参加でお願いいたします。平日の夕方に社会人エンジニアやデザイナーの方にメンタリングをしていただきます。先ほど説明があったと思うので、後ほどアーカイブなどご確認ください。7月23日、8月20日、8月27日には黙々相談会というものを実施いたします。ここでは参加者やチームの方々が企画、デザイン、開発について相談することができて、相談以外の時間帯は黙々会という作業を進めるための時間として活用していただけます。7月23日が主に企画、デザイン、8月20日が開発について、8月27日は一次審査の提出に向けた資料確認だったり、ユーザーインタビューなど相談していただける時間になります。相談をしたい場合は、ホームにて相談予約をしていただく必要がありますので、後ほどスラックなどご確認ください。黙々会という作業タイムの場合は、予約は必要ないので、ぜひ黙々相談会にお越しください。次回が7月27日の AWS 様によるハンズオンが午前中にありまして、で午後に黙々相談会となっております。開発デザイン担当の方はぜひお越しください。また8月6日に勉強会2を行います。今回行ったのが勉強会1になります。勉強会2では、Git と GitHub のワークショップを行うので、初心者の方だったり、開発に不安があるって方はぜひお越しください。最後にアンケートのご記入をお願いいたします。CCCU22 は参加者の皆さんと運営メンバーで共に考え、共に作っていきたいと考えておりますので、任意ではなく参加者の皆様全員がご記入をお願いいたします。長くなりましたが、ご登壇いただいた青木さん、まこさん、のんたん、そしてご参加いただいた皆さん、本日は本当にありがとうございました。次回のイベントは、先ほどお伝えした7月23日の AWS 様によるワークショップと黙々相談会になっております。それまでの間は、Slackのチーム招待チャンネルや自己紹介チャンネルを用いてチームを組んでいったり、あとはチーム内で課題を出してブラッシュアップしたりするなど、どんどん進めていきましょう。日程やプロセスなどは後に配布するアーカイブ動画やスラックのお知らせなどを見て再度ご確認ください。また困った時にはいつでも運営に相談していただけるとありがたいです。本日は本当にありがとうございました。